よし、お待ちかね、初めての実践よ。練習通りにすれば問題ないから。わかったね、マリアン。わかりました。私は心配です。何が？いくらマリアンの習得が早いとはいえ、タワーでのシミュレーション結果が非常に優秀だったとはいえ、火力を崇拝する心がけがないと不安です。どんな心がけなのよそれ。変な宗教みたいだけど。問題ないわ。戦闘能力だけで見ると私たちの中でマリアンが最高だから。やっぱりそれヘレティックから戻ってきた影響があるのよね。なくはないでしょうね。でも今は何も問題ないし、いい戦力になるわ。まあリハビリも兼ねてるからね。じゃ始めよう。マリアン、あそこにいるラプチャーたちを今から攻撃するよ。攻撃、わかりました。私たち今から攻撃しますって知らせる合図覚えてるよね。なんちゃらかうなんとか知ってるよね。覚えています。じゃあ合図を送ってみて、力強く。わかりました。ディスカウント。わあ、割引。いいですね、割引。エンカウンター。状況終了。うん、よし、これなら素晴らしいレベルじゃない。戦闘方面は問題なさそうですね。そうだよね、習得が早すぎて逆にちょっと怖いけど。マリアン、整備してから戻ろう。マリアン。マリアン、何してるの？かわいそうです。かわいそう？はい。ラッピー、なぜ戦うのですか？なぜって、ラプチャーと。はい。なぜ殺すのですか？この子たち何か悪いことをしたのですか？わかりません。教えて、なぜ戦うのですか？理解できません。帰ります。疲れました。帰りましょう。マリアンがラプチャーに同乗した。こんなケースは予想できなかったな。ラプチャーを倒すのはこちらからすれば息をするように当たり前のことだから。ラプチャーと融合していた影響ではないのか？それはわからない。しかし何も知らない子供にラプチャーを殺せと命令したら、そんな質問が出るかもしれないな。教育を繰り返すしかないのか。さあ、その素朴な質問に何て答える？ふん、こういう時は妊婦がないのが不便だな。おい、よく気にかけてくれたまえ。まさかとは思うが、万が一私たちよりもラプチャーのことを思うようになったら、手を打つ必要があるかもしれない。そしてアーク内の動きが怪しい。気のせいだといいが、気をつけるように。兵が動いている。目標は多分マリアンの可能性が高い。そして私とイングリッドが公に支援する特殊別動隊の構成員でもある。手軽に手を出せる存在ではないという意味だが、それでも欲を出す者はいるだろう。今のマリアンはそんな存在だからな。あくまで可能性の話だ。ただ気をつけて悪いことはないだろう。あ、では帰りたまえ。だから下着は服の下に着るものだって。名前からして下着でしょ。嫌です、私は服の上に着ます。
からなんでなのよ。私がそうしたいからです。ラピ、助けて。マリアン。はい。下着を服の下につけないと病気にかかるわよ。病気？うん、下着病にかかるの。その病気にかかったらどうなるのですか？服が脱げなくなるわ。シャワーもできないし、水泳もできない。本当ですか？本当よ。それでも私は服の上に着ます。服を着たままシャワーして水泳すればいいですから。はあ、二人とも本当に大変ですね。あなたもちょっとは手伝ったら？私は掛け持ちしてるじゃないですか。時間がなくて大変です。何の掛け持ち？スパイです。全くスパイらしくないくせに何が掛け持ちだ。スパイはスパイらしく見えないのが大事ですから。何よ。アリス、マリア、マリアンが。マリアン。はい。どうしてこんなことをするの？シャワーしたいからです。体が汚くなったらシャワーできるから体を汚しているの。そうですね。ラピすごいですね。戻られましたか？疲れてるから。指揮官！指揮官、会いたかったです。指揮官、もしかしてお客さんがいますか？みんな伏せて。ん？マリア、動かないでください。私が盾になりますから。何これ？指揮官、応戦の命令を。トライアングルが兵力を連れて攻めてきました。やはりこの程度では出てきませんね。大胆な方法を使いますね。ゴム弾だから問題ないはず。多分。まあ先手は打ちましたし、そろそろ本題に入りましょうか。次は頭を打つわよ。こんな下手な射撃でどうするつもりかしら。プリバティ、足が震えていますけど。だから、なんでそんな開けたところに立ってるの？静かにしてください。今喋っているじゃないですか。何のつもりなのか説明して。ニケ・マリアンを確保せよとの上層部の命令があったんです。どんな手を使ってでもね。上層部？はい、副司令官様の命令です。あのおじさんだけが副司令官じゃないわ。他の誰かかもしれない。それは越権行為よ。私たちは特殊別動隊。ニケ・マリアンがラプチャーと内通しているとの疑惑があります。適当なことを。この前地上へ行った時、マリアンがラプチャーに同乗したと報告がありました。ニケにはありえないことです。内通疑惑の調査は最優先事項です。これに対する調査を進めよとの命令がありましたし、必要な場合は武力行使も許可されています。だからおとなしくマリアンを渡してください。あなた、こじつけるのも大概にしなさいよ。マリアンを調査したいなら調査したいって言えばいいでしょ。くだらないことばかり言ってないで。くだらない？私が言ったんじゃありませんよ。上層部の命令ですって。ワン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 、カルルル、ワン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 。いきなり何をしてるんですか？中央政府の犬と喋ってますけど。何か全員突撃。指揮官、
とりあえず引きましょう。真正面からの勝負は勝算がありません。アークへ行きますか？いいえ、アークはもっと危険よ。至る所に中央政府の兵力があるから。では指揮官、地上に避難しましょう。マリアンを奪われるわけにはいきません。ラジャ、地上を避けて地下に来たのに、地下を避けて再び地上に戻るのね。まあ、なんか素敵で美しいです。あいつら、通信が全て遮断されている。シフティとも連絡がつきませんか？アンダーソンおじさんとは？これは良くないわね。電波塔でも探さないといけないわね。どうしたの？どうも本格的ね。衝動的に進められたことではなさそうだわ。何か裏があるかもしれないってことね。多分。マリア、私たちは今から電波塔へ行くわ。取り残されないようにちゃんとついてきてね。大丈夫？さっきの人たち、悪い人たちですか？そうよ、極悪な奴らだよ。今度会ったら撃ってもいいですか？うん。私は指揮官とラピとアニスとネオンが傷つくのは嫌です。あの人たちは私たちを撃ちました。だから私も撃ちます。これは悪いことではないのですね。悪くないわ。でも撃つのはまだ我慢しましょう。まず話し合ってみて、それから撃っても遅くないから。でもあの人たちは話し合う前に銃を撃ちました。私たちはあの人たちとは違うの。だからまずは話し合いをしてみるのよ。どう？これですよね。丸くて平たくて真ん中に角が生えている、これ。そうよ。作動するか確認お願い。どうやって見るんですか？チラチラ？じっと？触ってみて。はい。聞こえません。触ってみて。ちょ、アニス。してるね。通信を試してみるわ。何なんですか本当に。電波塔がまだ生きているか確認できたよね。電波塔は生きているかもしれないけど、私は死にかけたんですよ。まあこれくらいでニケが死ぬわけないって。ブービートラップ。指揮官、無事ですか？爆発寸前に回避しました。大丈夫です。地上でブービートラップ？どういうこと？昔誰かが設置したのでしょうか。ラプチャー相手にブービートラップを？しかもこんなに狭い室内に。怪しすぎない？じゃあ人間同士で戦ったのですか？とりあえずここを出ましょう。爆発で通信ハブが壊れたから他を当たらないとね。はい、私もここは嫌です。床も汚いし。マリアン、フォーメーションを。
レーザーポイントで作ったブービートラップがありましたが、私の超人的な火力感知センサーで見切ってやりました。あのドアは私たちが入ってきたドアよ。入ってくるときはこんなものなかったよね。私が先頭に立つわ。トラップを確認しながら移動しましょう。どこに行くつもり？他の電波塔へ。何とかしてアークに連絡しないと。足元に気をつけながら動いて。物とか勝手に触っちゃダメよ。あ、包帯の箱があります。ちょっと触らないで。嫌です、私は包帯が必要です。ふぅ、気になったんですけど、マリアンはどうして包帯に執着するんですか？将来の夢がミイラとかですか？すみません、いいと思ったんですけど、寒い冗談でした。いや、そうじゃなくて。あれ？ラッピー、これ変な音がします。マリアン、そこから動かないで。指先一つでも動かしちゃダメよ。どうして？動いたら爆発するわ。大きな爆発ではないでしょうけど、一歩間違ったら手を失うかもしれない。私、何かミスしたんですか？大きなミスじゃないわ。だから、じっとしていてね。わかりました。手を挙げろ。早く挙げろ。よしよし、いい子だ。シージペリラズ、ブービートラップや何やら全部あなたたちの仕業だったのね。ああ、まあそうだな。私の好みじゃないけど、動きを止めるには最高だよね。ところで今何をしているんですか？見ればわかるだろう。お前たちの指揮官に銃を向けて脅迫してるんだよ。ニケは人間を撃てません。違うよ、私たちにはできるよ。はい。シージペリラスはリミットが解除されてるの。人間が撃てるってことよ。師匠を殺すんですか？必要ならな。私たちの目的はあれ。渡せ渡せ、そうすれば命は助けてやる。誰に頼まれたの？秘密。副司令官、そしてエリシオンの CEO から寵愛される特殊別動隊の指揮官を殺してまでもマリアンを確保せよと命令する人物ね。結構な大物じゃないとできないはずよ。だから秘密だって。何を推理してるんだよ。そしてそれを知ってどうする？指揮官は腐るほどいる。こいつが死んだってどうってことないね。喋りすぎだ。はいはい、わかったよ。さ、マリアンを渡せ。じゃないとお前らの指揮官は死ぬよ。ダメダメ、そんなこともあろうかと思って爆弾を握らせたんだから。でも包帯に執着するとは聞いたけど、ここまでとは。口数を減らせ。はいはい、もううるさいな。さあ、二人とも動くなよ。指揮官の頭に風穴が開くか、みんな仲良く爆死するか。状況が悪いね。どうしましょう。指揮官、これ危ない状況ですね。やっぱりそうなのですね。
心配なさらないでください。私が守ります。おい、それそんなに強く持ったら爆発するよ。わかっています。参加しろ。何？すごい。なんだなんだ？お前、なんなんだよ！話し合いは十分だったと思います。撃ちます。ニケは指揮官の承認なしでは実弾でニケを撃てないよ。アホだな。でもこっちは違う。リミットが解除されているから。すごいね。あいつら銃まで持っていたのに。移動しよう。止まりなさい。地上までついてきたの？すごい情熱だね。そして今度は人間トライアングルじゃなくてニケトライアングルみたいだね。量産型を連れてきたってことは。ニケマリアンに対しラプチャーとの内通に加え、ニケに暴力を振るった疑いが追加されました。中央政府はこれを深刻な犯罪と判断し、ニケマリアンの緊急連行を命じました。任務を遂行しニケマリアンを確保する過程で目標人物以外は射殺してもいいとの命令を受けています。最後の勧告です。おとなしくついてきてください。なぜここまでするの？はい？この逮捕劇は理不尽なことだらけだし、あなたもそれは知っているでしょう。中央政府の命令なら何の疑問も持たずにただ従うだけなの。はい、私たちは誇り高きトライアングルですから。何も考えず命令に従えば誇りが生まれるようね。楽だこと。あなた、ねえプリバティ、相手にしないで、やるべきことをやるわよ。プリバティは口喧嘩が弱いです。話し合ったって負けるだけです。ラピ、殺したくないんです。降伏してください。マリアンさえ渡してくれれば何も起きませんから。それは私が決めることではないわ。指揮官、じゃあ説得してください。それは当然中央政府の保護の下で。まず体を開けるでしょう。アドニー、余計なこと言わないで。ラプチャーと融合したのに再びニケに戻ったマリアンのようなケースはこれまで人類の歴史上一度もなかったレアケースです。簡単な検査で分かったことは、身体のスペックはすでにニケを超越。内部には現在アークの技術力では一段階のファイアウォールも突破できないブラックボックスが4つもあります。マリアンを開けるのは当然な手順でしょうね。あなたね。それだけでは終わらないと思います。部品の一つ一つ、構成物質の一つ一つまで全部調べるでしょう。大勢の人が確信していました。マリアンによってアークの技術力が100年は進歩すると、それだけ重要な人だということです。
そこまでよ。それ以上言わないで。喋りすぎたみたいですね。すみません。でも指揮官に嘘はつきたくありませんでした。それは私も同じ気持ちですけど。それでどうするの？ええ、そう言うと思ったわ。プリバティ全員戦闘準備。現時点より攻勢に入ります。さらに実弾の使用を許可します。目標のマリアンを確保することを優先してください。彼女以外は射殺しても構いません。ラジャー。はい。エンカウンター、全員武器を下ろして待機してください。シフティ。繰り返します。全員武器を下ろして待機してください。拒否します。この作戦は副司令官直属の命令。私から話そう。アンダーソン副司令官様。副司令官直々の命令だと言ったか。そうですが。バーニンガムの命令ならたった今取り消された。だから皆アークへ撤退するように。申し訳ありませんが、アンダーソン副司令官様、副司令官様は特殊別動隊を積極的に支援されていると聞いています。その場しのぎの言葉かもしれないと思われます。私が嘘を言っていると。要約すればそうです。バーニンガム、君から言ってくれるか。皆撤退するように。聞いたか。どういう状況なのかお聞きしてもよろしいでしょうか。大したことじゃない。友達同士友情を深めただけだ。そうだな、バーニンガム。そうだそうだとも。ああ。フルボッコにしたようね。最後にもう一度言う。撤退するよう。今すぐ。トライアングルにシージペリラスまで勝手に動かすとは。君は日に日に考えなしになっていくな。副司令官ともなる者がこんなことをしちゃダメじゃないか。あなたも知っているだろう。マリアンというニケがどんな意味を持っているのか。勝てるかもしれない。マリアンの秘密を暴けばラプチャーに勝てるかもしれないのだぞ。何を根拠にそう言い切る。勘だ。君の勘は信用できるな。今回は間違っているようだ。何よりもマリアンは特殊別動隊直属ニケだ。いくら副司令官でも勝手に手を出すことはできない。君に悪意はないようだから、今回の件は会議の案件に挙げないことにしよう。もうやめなさい。嫌だ。マリアンは人類に未来をもたらす。あなただって知っているだろう。次はこの程度では終わらないぞ。絶対諦めない。私の持つ全ての手を使ってもマリアンを開ける。殴られても銃を向けられても諦めない。私を止めたって無駄だ。部下たちにやらせればいいのだから。本当に私と対立したいのか。これはこっちのセリフだ。失望したぞ、アンダーソン。あなたなら理解してくれると思っていた。もう人類なんかどうでもいいのか。それとも指揮官出身だからニケをあんな風に扱うのが嫌なのか。その話はやめた方が良さそうだ。すまん。君の意向はよくわかった。私も方法を考えないといけないな。勝手にしろ。マリアン、さっきのあれ
何？何がですか？ほら、あの爆発がシューって包帯に吸い込まれたやつ。そうすればできる気がしてやってみたんですが、できたんです。あ、そう。すごく役に立ったよ。未知の領域に達した力だから、欲を出されるのも無理はないわね。まあ、なんとか収束したのは良かったけど、これで終わると思う？終わらないでしょうね。さらなる手口でマリアンを確保しようとするはず。じゃあ、私たちはどうすればいいんですか？諦めるか、最後まで守りきるか。最後までとは、死ぬまでですよね。ええ、あっちは諦めないでしょうから。こっちの副司令官のおじさんが後ろ盾になってくれてるのに。相手も副司令官よ。片方がその気になって押し進めれば、武力を行使しない限り止められないでしょうね。そしてその武力の水準にも限界があるはずだし、何よりもごく一部を除いてはみんな意見が一致したようだから、マリアンを開けると。困ったね。聞きたいことがあります。何？先ほどどうして銃弾が発射されなかったのですか？許可されていない状態ではニケ同士の銃撃は禁止されているのよ。故障じゃないんですか？そんなことはないわ。確認してみます。どうしてですか？銃口を覗いちゃダメです、絶対に。どうして？私が銃口を見るとき、銃口も私を見ているからです。一体何を言ってるの？これ何？めちゃくちゃですね。誰かに荒らされたみたいです。さっきトライアングルに撃たれた時もここまでひどくはなかったのに。アニス、床を。うん、足跡がいっぱいあるわね。正体不明の誰かさんたちがここに来たってこと。誰かしら？さあ。エンターヘブンだ。教官。社長、お久しぶりです。いつからいたの？2時間ほど前から。エンターヘブンがここを襲撃したと聞いて、とりあえず皆捕まえて閉じ込めておいて。エンターヘブン？アウターリムで活動している集団よ。アウターリムの自治権とアークへの出入りを要求しているわ。まあ、テロ集団と言ってもいいよね。そうだ、間違いない。すでにマリアンの存在はアーク内で知れ渡っている。中央政府はもちろん、あらゆる奴らが彼女の存在を認識し狙っている。機密じゃなかったの？誰かが意図的に情報を流したとしか考えられない。誰であれ、マリアンを確保さえすれば力ずくで再び奪うことのできる人物が。そんな過激な方法を選ぶ人物はバーニンガム副司令官以外には思いつきませんが。ノーコメントだ。わかりました、ありがとうございます。うん、マリアンをお前に押し付けた私が言うことではないが、事態がこうなっている以上無理かもしれない。これからは時間や場所を問わず大勢の者がお前たちを襲うだろう。アークがマリアンを欲している。私とアンダーソンが力を貸すが、アーク全体を相手にすることはできない。うん、違う、そういう意味ではない。方法を探せ。無責任すぎるんじゃない？信じているからだ。お前は今まであらゆる問題を解決してきた。今回もできると信じている。では、行くとしよう。お腹が空きました。そうね、
何か食べましょう。これからは時間や場所を問わず、大勢の者がお前たちを襲うだろう。アークがマリアンを欲している。そろそろだね。はい、もうすぐ到着です。指揮官、連絡は続けていますか？私たち、どこへ行くのですか？いいところかな。それはどこなんですか？指揮官、私たち、どこへ行くのですか？私、友達はいりません。ラピとアニスとネオンがいいです。キコ？うん。はい。ラジャ。来たか。こいつか。うん？行こう。はい。あなたは今から私たちと一緒に行く。私がですか？そうだ。私が？どうしてですか？まだ話していないようだな。説明を。指揮官。嫌です。聞きたくないです。と一緒にいます。ラピとアニスとネオンと一緒にいます。下着も服の下にちゃんと着ます。小麦をまき散らしたりもしません。銃口も覗きません。勝手に戦ったりしません。言われたことは何でもします。だから捨てないでください。指揮官、私のことが嫌いになったのですか？私は指揮官が好きです。指揮官も好きだし、みんなも好きです。みんなでご飯を食べるのも好きだし、みんなで見張り番をするのも好きだし、みんなで昼寝するのも好きです。みんな一緒にいるのが好きです。全部大好きです。だから捨てないでください。お願いします。私は一緒にいたいです。指揮官、手伝え。はい。これはこれは、手のかかるお嬢ちゃんだ。全員連れてきたのね。ああ、あなたたちが真剣に頼んだから、私も真剣に対応したくて連れてきたんだ。ちょうど定期的に会う日も近かったしな。
気にするな。こいつがこうなったのは私のせいだからな。さあ行こう。なんだ。わかった。信じて任せろ。あんなに苦労してやっと再会したのに。それで気分転換をしたくて地上へ出たら、いきなりピルグリムと遭遇してマリアンを奪われた。そう。ピルグリムがどうして急にマリアンを連れて行ったんですか？さあね。ただそうしたかったんじゃないの。あなたたちは何をしていたんですか？死ぬ気で応戦しましたが、ピルグリムのとてつもない力に敗北してしまいました。何ですか、その明らかに前もって用意したようなセリフは。指揮官、本当ですか？はあ、わかりました。そこまで言うならそうなんでしょうね。あら、あっさり引き下がるわね。もう何かをする必要がありませんから。マリアンが消えて私たちはターゲットを失いました。作戦終了です。あまり乗り気じゃなかったな。行きます。あ、もし今度マリアンに会ったら、元気でって伝えてくださいますか？何を笑っているんですか？分かったわ、必ず伝えてあげる。もうさあ、私たちもそろそろやるべきことをやりましょうか。まずはシャワーから。それもいいけど、掃除からね。宿所がひどいありさまだから。うん、それもそうね。みんなでさっさと終わらせよう。じゃあ掃除は指揮官様が戻ってきてからにしましょうか。それいい考えです。今やるわよ。マリアンの件はご苦労だったな。うまく解決できたようだ。もちろんそのブラックボックスの塊を失ったことは痛いが、君にはそれ以上に大切なものがあったのだろう。まあ前置きが長くなったな。君を呼んだ理由はエニックが君を呼び出したためだ。そうだ、たまにあることだ。エニックの常識から外れた人物がいる場合、その者との会話を通じて学習をする。エニックが判断するに君は常識を外れた人だということだ。そう違わないだろう。もしかしたらむしろもっと優れているかもしれない。どんな会話をしたか報告する必要はないので、今すぐ行きたまえ。こんにちは、アークの管理を担当しているAI のエニックです。よろしくお願いします。とりあえず座りましょうか。忙しいところすみません。ありがとうございます。気になることがあってあなたを呼びました。
質問をしてもいいでしょうか。ラプチャーとニケの間に位置したマリアンは、アークはもちろん人類にとっても非常に重要な鍵になる予定でした。俗に言う人類の未来のためなら、当然マリアンを中央政府へ渡すべきだと思いますが、あなたはどうしてマリアンをピルグリムに渡すような行動をしたんですか。わかりました。参考になりました。もう一つだけ質問してもいいでしょうか。私は自分で考えて判断する自立体です。人間やニケと同じです。違う点があるとしたら脳の有無です。あなたには私が何に見えますか。それを定義する要素は何ですか。そうですか。参考になりました。お時間をいただきありがとうございます。代価として聞きたいことがあるなら答えましょう。はい、それは私です。私がコードネームトーカティブと内通していました。アークは完成後一回もラプチャーの進行を許しませんでした。アークの位置を知られなかったためと言われていますが、それは間違った情報です。ラプチャーはアークの位置をだいぶ前から知っていました。コードネームトーカティブは私に取引を提案しました。アークを襲撃しない代わりに一定数のニケを定期的に供給してほしいと。そして私はランダムでニケを選定し、コードネームトーカティブからもらった侵食コードを埋め込んだ後、防護壁を操作して地上へ送りました。はい、現在ラプチャーと人類の戦力には大きな差があります。戦った場合勝率は 0% です。一切の少数点以下も存在しない絶対的な 0% です。私の思考で最も優先されるのは人類を守りアークを保全することです。正しい選択をしたと判断しています。コードネームトーカティブが消滅した今、その取引が維持されるかは未知数ですが、あなたがいる限り人類にも希望はあります。あなたは今まで人類が成し遂げられなかったことを短時間で成し遂げました。コードネームトーカティブの消滅、ヘレティックの浄化です。なぜあなただけそんなことができるのかはまだ分かりませんが、結果があれば原因も突き止められます。勝利の手がかりも見つかるかもしれません。私の判断としては、あなたには今後ヘレティックとの遭遇を最優先してほしいのですが、選択はあなたの自由です。では今日はここまでにしましょうか。楽しい時間でした。社長。あ、来た。はい、見ての通り来ました。あれは確保したの？確保しました。ちょうだい。価格の提示を。冗談言ってる場合じゃないから早くよこしてよ。性格の悪いガキ。何か言った？偉大なる社長と言いましたが。さっさ
とちょうだい。これがアンチェインド。バレなかったよね。はい、誰が見ても怪しいネズミのように密かに動いたのでバレてはいないと思います。でも彼らも甘いですね。こんなに重要なものを忘れるなんて。外れた時点でもう念頭に置いてなかったんでしょうね。私には良かったけど。これで何をするつもりですか。侵食は妊婦を汚染させてニケを操縦する。アンチェインドは妊婦を壊す。私が何をするつもりなのかは明白じゃない。質問に答えてください。私は謎かけをしに来たわけじゃありません。お前いつか必ずクビにしてやる。それで何をするつもりですか。メティスを目覚めさせる。